はい、どうもタイガです。お疲れ様です。今回やっていくのは、まあ、ガチソロなんですが、こちらデビル使っていきます。今回ね、サブリーダーでデビル使っていこうと思います。表はトレント、まあまあ変わらずね、キャラ強 P グランプリやってますんで、トレントでやります。そして、裏をデビル。今回は大型固定ではなく、中型固定 でデビルを使う理由としては、まあ、デビルが単純に強化されたこと、あと昔やっぱデビルトレントがね結構強かった、それをね、まあ、名残というかのもありまして、まあ、あとは単純にそうですね、まあ、流行ってるキャラが結構デビルで有効だったりするんですよね。アラレちゃんしかり、ベビーしかり、シャーク、コング、即死入りやすいキャラがね結構増えて、で3号数がね結構即死入りやすくなったんですよね。おかげさまでデビルかなり使いやすいと思うんで、やっていこうかなと思います。しかもデビル株キャラだからね、かなりいい感じに。ただブラドラはきついですね即死入んないんでね、ちょっと一番の天敵が来ちゃいましたね。しかもブラドラリーダーなんで、これは絶対ブラドラ倒せるキャラを引かないと積んでしまうんで、ナスレドラサイクロ、あれあ、ラッキーラッキー、マッチングしなかったんでいいでしょう。トレントはね、対ブラドラは結構苦手なんで、あんまりマッチングしたくないですね。特にリーダーは。サブだったらね、まだね、スキル発動率低かったりして、低かったりしてね、進みますけど、まあ、金バッチブラドラとか強いですけどね。リーダーのブラドラとかだとね、めちゃめちゃスキル打つんで、うん。トレント絡まっちゃうんですよね。さて、オークリーダーだって。オークか。まあ、デビルね、オーク見れるんですけど、まあ、取り手に来るオークに対してデビル置きながら、一緒に相手がね、支援系のキャラ出されると、デビル速攻で溶けちゃうんで、こっちもね、同じことやり返さなきゃダメなんですよね。ロボはダメ。サキバスはいいんですけど、対空も欲しいんですよね。これ悪くないですよね。まあ、ただ足がいない。そうね、やっぱ足が欲しいっすね。あー、ありじゃないこれ。行きましょうか。ちょっと瞬間火力が重剣士しかいないんで、そこだけちょっと怖いんですけど。要は、この肌だとあれが怖い。ブラドルとか来るとマジで怖い。よし。カンガルーキンか。取り手が欲しいところではありますが、どうでしょうか。オークがいるんで、銃剣士を置いて取り手は削りたいですね。しっかりとこれ取らせてくれそうですね。ありがたいですね。これは本当にありがたい。デビルを置いてカンガルーを置きましょうか。早速、うん、いいよ。相手もカンガルーか。なるほどね。ワイバー来ましたね。ワイバーもワイバーで強いですよね。あのワイバー流せるならば流して、ライダー白間に置きたいです。できれば OKOK 流しましょうか。ワイバーゲーはねマジできついんで。おっと、無茶砲は効かないですよ。そんなに、あでも死にそう。でだいぶね、よし、これでいきましょうか。バイバイ見てもらいましょう。で、ここもね、デスを出したいところ。デス出しましょうか。とりだけワンパンで出しちゃいますけど、さあ固定です。危ね。あ、ちょっと見せたかな。これ固定です。する必要なかったかな。やらかした、もしかして。裏は条件書こうか。あ、デス出てきた。ラッキー。天才か、お前は。裏デビルに頑張ってもらいたいんですけど、どうですかね。さあ、ここのライン、トレント、下のライン行こうかな。もう後ろのラインはね、あれいるんで、放置して、どんどんね、こっちから行こうかな。もう行っちゃうか、中堅3本。狩りに行こうか、これ。さて、オークがやっぱ硬くてね。あー、捕まれましたね。これは無理だ。突破無理ですね。カンガルーすげえとこにいるし。これは突破無理ですね。絶対に。一応念のために補助して。起きましたか。しょうがない。オークアビ。まあ、アラレちゃんとかね、カマキリとか持ってて荒らしに行くのも全然ありなんですけど、実際ね。ちょっと足キャラを引きに行きたくて、いや、もういいや、考えるで行っちゃえ、みたいな。行っちゃいましたね。よし、次行きましょうか。ですもね、今、環境的に結構強くなりました。
うん、まあ、ブラドラが復権してきて、ここからブラドラがどこまで増えるかにもよるんですけど、もしブラドラがこれから増えたらちょっときつくなるかもしれない。でもね、その悪いキャラじゃないんですよ、ですが、まあ、結構頑張ってくれる。うん、まあまたそこフルにしたいなとは思うんですけど、特にマルチが強いですね。ソロも強いんですけど、マルチが特に強いかなって感じで。さて、対ゴレね、フォアドラはね強いんですけど、ちょっと考えどころ。あ、これ対空ねえか、見逃しかいない。行くか。でもちょっとこれ手数で 押してみようかな。いや、オークがね対空だったら完璧だったんですよ。あのデビルいるんで、そこまでね壁からがもういらないみたいな。ただ足が引いてる、足引いてるんで、今回押せたらいいなって感じ。すごい剣士だな。さあ相手がね打ってくるかどうかで、コラボ猫出すかどうか決めますか。打ってキャンディを出します。さてこれ一発ね打ちますか、このタイミングで。完璧ですね。さあバット出して、一発目はまずバットで様子見して、ここは倒したんですが、さあ相手が札はだいぶ割れましたね。危ね、それで削られてる。雲は無理だな。突破できる札が一個もないですね、雲は。なので多くで竹取りたい。対雲は後ろ大丈夫だよね。なるほどね、ちょっと困りましたね。ただデビルの即死が入りやすくなってるんで、散骨に頑張ってもらいたいんですけど、打たねえな。スキル発動率上がったとは一体。あ、打った打った。これで小玉3本目かな。 OK、 即死ナイス。いいよ、ちょっとね攻めるの遅れちゃいますね、しょうがない。ナメコも来てますね。さあゴレクモってえぐいな、だいぶ。これちょっとトレント行こうかな、下から攻めて上多く出して。あー、下ブロックしてくるかこれ。そうか、まあそうだよな。ただこれによってゴレを引っ張れると思うんで、ゴレを借りたい、ゴレを借りたいな。ただゴレ借りたいんだけど、ポックルは別に構わないんだけどさ、倒せるんですけど。オッケーオッケー、いいよ。いいけど間に合わないな、これ時間的に。さて、どっちにしても間に合わないですね。デビルはいい感じに流れてるんですけど、お、なんか止まってるな。でももうちょっと早ければって感じですね。ちょっと間に合わないな、惜しい。雲硬かったな。美濃が強いんですけどね、あの雲が美濃の耐性持ってるんで切れなかったですね。オジハードかったらまた話しかったんですけど、しゃあない。ただあの多分これの前にですね、トレントキメラの動画出してると思うんですけど、トレントキメラの時と違ってやっぱ裏デビルにしてるおかげで攻めやすいですね。全然あのトレントキメラの場合って両方ともそうメインの迎撃があの新しいじゃないですか。そのせいでね、あの先に攻めらんない、中型から切るしかなくて、でも中型さっき切って中型なくなっちゃうと、あと後半でね攻め切られちゃってみたいな、早めに大型切らないといけない。でトレント結局その流れた後がマジで弱いんで、そうどっかでね切らないとね、本当に何もしないでデクノボになるんですよただうまく使えると本当に強いと思う。ちょっと難しいですけどね、環境でも結構左右されたりするんで。いい感じに押せ押せでいってるんですけど、相手がね時間管理しっかりして守られきってる。さてコラボ猫ではありますが、砦が欲しいのはね間違いないので、ただナスはいらないな今の今回のこの札的には。あ、これ強い、行きましょう。さあこれね猫何体来るか分かりませんけど、猫もう2体いっていいかなって感じですね。第2、あーでも猫2体いかねえ、これミスった。1体剣士それか、1体これ下降りちゃいますね。あ、降りなかった、勘違い、気のせいです。
OK 取った。さあここねスライムを置いてあげて、このね流れてくるデビル、あデビルじゃねえ、あいつがねどう活躍するかって思うんですけど、カマキリ、なるほど。さあここデビルを置いて取りに行きましょうか。これ足指いいんじゃないですか、これかなりいい感じじゃないですか。よいしょ、あミスった猫の位置取られちゃう、もったいねー。お相手が一気に来ましたね、取っていく。ここはもうモンドメでチビブリ来ます、一気に速度差異の負けるんで。あんまスキルだねのチビブリ、もうちょっと頑張ってほしいんだけど。うん、完全にいい流れだったんですけど、スキル高すぎて結構危なかったですね。さあここはね見逃いいきましょうか。ここ見逃いいって、ここスライムを置いてあげることによってこっちに挟んで OK、 ここに置いてあげることによってトレントが一方的に殴りますね。 OK 完璧で、あのこの見逃いもね殴られないんで、今の誘導は結構我ながらうまかったと思います。完勝ですね。よし、いい感じ。方向転換できるんですよね、あの上下に動く大型とかに対してやりやすくて、もしそれでガッと来られてもスライムがいるんで大丈夫ですね。はい完勝。おお即死いいね。栽培球相手強さがあったのかな、なめこめちゃめちゃ強いのにもったいないですよね栽培球って。今育成してるんですかね。ありがとうございます。よし、ああありましたね、クラスが多分下の方ですね。2ってことは2じゃない、あの435ってことは435、あのゴッド2が450なんで、ゴッド2の真ん中ら辺かな多分435は。で420になるとゴッド2の一番最初で、420を切ると4ゴッド3ってはず。うわ来ましたねウィッチアビー。ウィッチアビー強いんだよな、結構苦手なんですよね。まあカマキリ、カマキリだな、引くならカマキリあられ、ここら辺引きたい。カマキリあられ引いて、カマキリあられ、あポックルも引いたらラッキーぐらい。でもポックルは優先的に引くキャラじゃないですね、結局1体しか飛ばないんで。ペンギンも悪くないな、ただ多くはねいらないんですよね、デビルがいるんで。ああこれでいいんじゃないですか、行きましょうか。ただまあワイバに対して見れる札がないんですけど、あとバッチがないのが気になるけどね。まあでもカメでコスト勝ちして、カマキリでウィッチを狩る。ただウィッチあんま出てこないと思うんだよな、結構温存されると思うんですよねああいうキャラって。さあどこでね中型を切っていくかなんですが、ここでウィッチが出てくると。とりあえずまあしょうがない、あでもどちらでも猫がいたんですね、飛んでほしい早く救って OK。一体ちょっと引き目にした。さあコーラスミッションもらって OK。 そうこれからしたかった、中型を切りたくなかったんですよねもう一体。さあ OK デビル行ってもらおうか。カメ2本切ったんでね、多分ですけど引いてくんじゃないかなと思うんですけど、ライン、あそういう、それだけしっかり見ようか。カメとトレントがボコボコに死ぬんで、多分フォアトラ一瞬ですね。ナイス。OK。で、カマキリ流そうか。あえてさっきね、ビートルがいましたけど、そこのウィッチに対しては飛べ、OK。サイクルガール切って、射程持って、サイクルガールが声からない位置。あー、でもスキル食らっちゃってんな。さあ、ここね、倒してもらって、嘘倒せ、えらい。完勝ですね、これは。相手ビートルいましたけど、ここでな、無双してくれたらな、あ、神だわ。あ、でも回復されてるわ。さあ、オッケーオッケー、取ってく。いや、無双強えな、マジで。アシュラ、マジ強えな。次なんかアシュラの装備らしいじゃないですか。絶対に引かなきゃダメですよね。さあ、カマキリ出して、このカマキリも止まんないですね。アシュラ強っ。待て、デビルの動画なんだけど、今回。まあでもデビルもなんだかんだ、即死結構頑張ってくれてるんですけどね。まあでも完勝ですね、これは。ありがたい。勝負だ。あ、ダメだ。飛べちゃった。よし。いい感じ。
ウィッチ早めに来て結構攻めてくるパターンでしたね。下のウィッチちょっともったいないかなと思いましたけど。で、ウィッチはやっぱカマキリが有効。うん、飛んでくれて全部やってくれましたね。まあ1体はデビルが頑張ってくれましたけど、フリースペースのやつは。よし、1600また戻ったと。もう1回やりましょうか。もう1回ぐらいね。トレントデビル。キメラの時と比べると、動きやすいな、全然。トレントキメラね、悪くはないと思うんですけど、ちょっと、むずい。今、中型環境なんですよ。大型が全体的にバランスがいいんですよ。なので、トレントもキメラも、大型に対しては全然活躍できるんですけど、大型の、一強がいないから、ミノガとかブラドラが最強の時みたいな音がないから。ただ、中型が強すぎるせいで、中型戦が始まっちゃうんですよ。で、中型戦が始まると、トレントを中型に当てないと、こっちも中型するしかないんですよ。でも、こっちリーダーは中型じゃないんで、相手のリーダーからに押されるんですよね。そう、多分そういうところがあるんで、どっちかっていうとトレントキメラよりは、トレントプラス中型とか、もう一体なんか、別の大型とかの方が、大型とかの方がいい可能性はある。実際。さあ、これ火力がないのが気になりますが、まあ、キラービートバックアタッカーできると、魔導騎兵とゼウスを重ねられるっていうのがあるんで、行きましたが、砦がブラドラ砦。これマジ危険ですね。普通に持ってかれるんで、注意したい。これ多分第一行きませんね、もう一体。最初。第3丸取りたいですね。第3丸取れれば別に何でもいいんだけど。キャラがね、そんなに多くないんで、大砲多めに打ってでも、OKOK。あ、無理か、これ間に合わないか。あー、もったいないですね。もったいない音したな。さあ、これ。あれ、ハーピーいるんで、ハーピーちゃんにヌボボいるんで、デビルでやらせましょう。デビルの支援で。1、2、3。寝ちゃいましたが、えらいですね。さあ、ここもヌボボ出して、ヌボボで支援させる。さあ、回復するんでね。OK、いい感じじゃないですか。このアース結構多分嫌がると思います、相手。ただ、フクロウがだるいっすね。フクロウどうしましょうか。これに対してあんまり有効打じゃないんだよな。すぐに、あれ入っちゃってますね。ここはゼウス行きましょうか、引き目から。よいしょ。寝ちゃいましたね。さあ、ブラドラ来るか？どうだ？それはダメ、絶対に。それはね、マジでひどいよ。スキルって。なるほど。したら取りに行きましょう、これは。ここはさすがにトレント。ここはさすがにトレントですね。よしよし、これ。倒さないか、それ。倒せ。OK、偉い。そこ倒したのは偉い。あとは、相手は多分デビル止められない説があるんで。OK、いいんじゃないですか。ヌボボをね、添えてるおかげでデビルが回復し続けて止まってないんですけど、ただ速度が間に合ってないな。これがヌボボの強みっすね。本当に強い。ただ間に合わなかったっすね。まあ砦ちょっと下手でしたね。足持ってるのに3取れなかったのは下手でしたわ。もったいない。まあ相手が剣士だったタイミングが良かったのもあるんですけど、ゼウスがな、ひどかったな。初手で寝て、そうで、大砲一発目ね、1体目は大砲3発でもちろんいいとして、2体目ね、結局相手あのブラドラなんで、まあゼウス切るでしょと。そうなので、ゼウス切るからブラドラ出しづらくなるし、ブラドラね、あのゼウスに切ってきたら魔導を重ねればいいかなみたいな感じでね、まとめてやろうと思ってゼウス切ったんですけど、うん、初手で寝て一発だけ行かず中ですけど落としきれずみたいな。まあしょうがないですね。ソラキャラがね、大型から受けるダメージ減ったんですよ。それのおかげで袋も耐えますね。確か袋も減ってますもんね、受けるダメージ。さて、ゴーレムか。あいつなんだっけ、これの裏覚えてないな。ちょっとこれもう対空ねえな。対空はちょっと気をつけた方がいいかもしれないですね。
あーもうこれ以上回せない。あのね、この方さっき当たりましたよね。でもゴレナスじゃなかった。ゴレクモだ。クモだ。クモ。アラレちゃんの時いけばよかった。あ、でもアラレちゃんの時、あれか。中型。あれだったか。大型いなかったか。覚えてないけど。取るよ。さあ、いい感じ。で、ここパンダ出して早めに。で、ゴレがいるんで。あんまりクレフラ切りたくないの本音なんだけど、来ちゃおうか。これ、これ来てこい。クレフラいるぞ、戻るぞ、これ。これはさすがに戻してくれますね。まあでもいい感じ。流れはいいですね。足がいないのが、ね、ちょっと気になるんですけど、多分相手は左は雲を固定してるから。いや、本当に雲を固定してんのか。これバイク11だったっけ。あ、違う、70だな。ラッキーラッキー。これちょっと育成差が出てますね。ちょっとパンでいきましょうか。ゴブリン、ゴブリン10はね、ありがたい。これね、剣士一番下流して、中途半端のとこ。気づかないでワンパンやってからラッキーかながら。よいしょ。さあ、パンでいきましょうか、もちろん。ラストパンダではありますが、やっぱね、バイクに有効な時点でね、パンダ出さないのもありな、出さないっていう手はないですね。絶対出すべき。さあ、コップリケ出して。あ、バレてますね。剣士。さあ、デビル行きましょうか。そろそろね、攻めないといけないんで。で、これ多分ね、あの、相手、これ切ってくんじゃないかなと思うんですけど。即死としてんだよな、本当は。できれば。取れないな。わいー、神ゲー。やられてる方はクソゲー。取っていく。即死、素晴らしい。強いよ。取れていきましょうか、回転戦。クリケ流して。裏、ナメコか、これ。もしかしたら。さっきナメコいなかったっけ、この人。覚えてないな。デビルめちゃ削るじゃん。やば。あ、ロボ。うーわ。デビル、やば。マジか。これは。たまったもんじゃないですよね、相手も。まあ、シャーク、即死入りやすいのはあるんですけど。これ、裏デビルありだな。強くない裏デビルにしてまだ負けてないと思う。1はきついな。行きましょう。ゴレナメコかな。バイクは絶対ないと思うんですよね。だって、スキルジュースもんね。ゴレナメコか、ゴレオニンコはないですもんね。ゴレロボ、さっきロボいなかった。わからん。マジでわからん。さっきゴレクモだったんですよ。でもクモは中途半端な育成だったんで、多分中型なんですよ、固定が。何出てきたかも覚えてないですよね。おにんこなめこ、バイク、シャーク。うん、わからん。ブルドラは絶対ダメですね、ドラゴンに対しては。あー、悪くもないけど良くもない。オジハはね、結構好きなんですよ。結構ね、ソロも強いと思ってるんですよね。ただレドラがね、オジハに対して、与えるダメージが少ないんですが、あのオジハもね、レドラに対してね、あのスキルが決まらないんですよ。麻痺も無効だし、毒入りづらいし、眠り入りづらいし、あとは、あー、マジか、足かと思った。あー、足かと思って行っちゃったよ、もったいな。マジかよ。悪く行っちゃいましょうか、前線気味で。これ下にも来るんでね。よいしょ、スライム。危ねえ。危ねえっていうか、あれきついんですけど。あ、危ねえ、これデビル見てる。で、これスライムはね、いい感じに、スライムコラボ猫もね、いい感じに削ってくれてますね、幸いを。でも怖さ、さすがに死ぬな。さすがに死ぬ。もう十分頑張ったけど、さすがに死ぬ。まあいいでしょう、十分頑張りましたね。ただ問題はデビルは強いんですが、あー、うまいですね、ベビーの使うタイミングが。これも中型いなくなっちゃうから、ちょっと困ってるんですよね、今自分。よし、剣士で倒しましょうか。これスライムに反応するでしょ、デビル。デビルじゃない、あいつ。来い、こっち。上か、上か、上じゃない、下、OK。触られちゃうから、まあでもしょうがない。
早めに行こうか、みんな。トレントのね、森作りが決まらないとうまくダメージ稼げないと思うんで、森作りして。 OK、 倒せ。 OK、 いいよ。さあ、こっちはね、あー、そういうね、おい、ダメージやば。さあ、1本だけ残しときたいですね。カエルか、なるほど。こっちスライムいるんで、これは勝ったんじゃないですか、もしかしたら。 OK、 OK、 いいよ。よし、 OK、 スライム飛び終わってからしっかり出していいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない。はい、出した。あとはアシュラ1本だけいるかな、確か。ただこの、そうそう、あれがぐずるんだよ。 OK、 OK、 いいよ。いいダメージ入ってる。ぐずらせないで、死んじゃう、後ろ上のやつが。あー、ダメか、間に合わないな。デビルが刺さったな、ベビーに対しても。アシュラはね、相当に使ってくれて、もういなくなってましたね。よしよし、いい感じだ。勝ち始めてる。うん、よし、ここで一回終わりましょうか。結構ね、やりましたね。2回連続でね、やっぱ長い動画になっちゃった、あれなんで。はい、ということでね、今回やっていきました。強 P 少しずつ戻ってきましたね。ちょっとまた、もっとね、トレンドデビルで頑張ってみようかなと思います。ランカーにはいるんですけど、トレントちょっともうちょっと頑張りたいですね。懐かしいですね、トレントデビル。はい、今回もね、ご視聴ありがとうございました。皆さん、またよかったらぜひご視聴ください。では、お疲れ様です。